さっき姫子さんやベルトさんと少し話をしたんだが、いろいろと興味深いことを教えてもらった。ただ姫子さんお手製のあの黒い飲み物の味だけはどうしても。僕が嫌いだというのは少し失礼だと思うが、あの味はあまり好きではないんだ。いずれにしても二人の先輩と話したことで多くの利益を得られた。とても感謝している。ベロブルグの喧騒者たちはいつもクリフォトの功績を称えている。僕たちの心の中でクリフォトは全宇宙で唯一の至高の存在だったんだ。しかし姫子さんとベルトさんが教えてくれた。宇宙にいるアイオーンはクリフォトだけではないこと、そして700年前にベロブルグを襲った侵略者たちもとあるアイオーンの指令だったのだと。どうやらシルバーメインも準備を整える時が来たようだ。Thank you.